トゥシャールパーンデーは、インドのボリウッドで活動する俳優。代表作には、きっと、また会えるガール、デリー出身。キロリマルカレッジ卒業後に、国立演劇学校に入学して、演技を学ぶ。また、ロンドン国際演劇学校でも演技を学んでいる。2006年に、ランデ・バサンティに、学生役で出演している。2015年に、ビヨンド・ブルー、アン・アンナービング・テール・オブ。 エーデメンテッドマインドで俳優デビューし、同作は第68回カンヌ国際映画祭のマルシェル、フィルムで上映された。2016年にピンクでアミターブ、バッチャン、タープシーパンヌと共演した。2019年2月にラージシュリープロダクションのハムチャーに出演し、同年9月にはきっとまた会えるでスシャントシンラージプーとシュラッターカプールと共演した。きっと また、アエルは、ニテシュティワーリーが監督し、2019年のヒット作の一つとなった。ハムチャー取材中のアンシマン・マルホートラ、シムラン、シャルマ、プリート・カマニ、トゥシャルパンデー。ありがとうございます。